はい、どうも、一般人です。ついにね、これを買いました。なんとね、モニター付きスコープカメラということでね、ちょっとね、エンジンの中とかを、あとね、見えないところをね、見ようと思って買ったんですが、ちょっとね、開けてみましょう。どうなってんだ。ちょっと俺も、今日初めて使うんでね、ちょっとわかんないけど、あ、こうなってんだね。あ、これがね、内視鏡みたいな感じで、こういうふうにカメラがね、ついてます。これがカメラ。めっちゃ長いね。で、一緒に入ってたものは、これだね。B 端子のやつ、B 端子だね。この台形のやつ。この充電器のやつね。これがマイクロ USB だから、あ、これに記録されるやつだね。SD カードだね、俗に言う。マイクロ SD。USB ってやつか。じゃあね、ちょっとこれで見るのはエンジンの中だ。はい、今ね、ちょっと電源入れてみました。こんな感じで見えるんだね。あ、すげえ、綺麗に見えてる。こういう感じ。日付合ってないけど、俺の顔も映るのかな、これ。映るね。普通に俺の顔が映ってます。こんな感じに出るんだけど、すげえ。どうでしょうか まあ、あまり逆光であれだけど。とりあえずね、これでちょっとね、今、壊れているところ、ちょっとね、見てみたいと思います。ちょっとね、このトイレの下のところがね、壊れて、目が入らないんでね、こういうふうにカメラでね、撮ってもらいながら、どうなってるか見ながらね、どうなってんだ。これで見ながら、ああ、難しい。入れすぎだね、もうちょっと手前で。カメラを触っちゃうとやべえな。ちょっとやり方を、まあ、こういう感じでね、ちょっと見ながら撮ります。もう両手使わないとダメだから消します。はい、どうも、一般人です。ではですね、今回はね、このね、3年間放置してしまったジムニーのね、燃料タンクを、外しました。ちょっとね、外し方はもうそれぞれやってください。ペロペラシャフト外して、マフラー外して、あとパイプとか外せばね、外れます。で、ちょっとね、燃料タンクの中を見てみましょう。どんな感じになってるんでしょうか。はい、今回ね、この新しくこのね、モニター付きスコープカメラっていうのをね、買ってみたんで、これでね、この燃料タンクの中をね、ちょっと見てみたいと思います。ちなみに LED で中がね、よく見えるみたい。はい、こんな感じでね、なってます。ではね、ちなみに、感銘がいい。じゃあ、早速ね、やってみましょう。一応、充電はね、してあるんで、これ開けると、ちょっと待って、こんな感じでね、先っぽがね、光ファイバーみたいな感じで、電気がついてね、これがカメラになってます。こっちモニターだね。じゃあ、早速ね、やってみましょう。ここでオンだね。ここで。これでいいかな？なる。長押しか？長押し。あ、長押しでウェルカムってね、出てきました。A モード。なんだ今の。あ、下のこの説明書きのやつが画面に映し出されるみたいです。ちょっとね、じゃあこれで、お父ちゃん一回ちょっとこれ、こういう感じでね、今ね、俺の顔がこういう感じ、先っぽがね、光って見えます。で、カメラはどう映ってるかというと、こんな感じでね、映った先がね、こういうふうに見えるようになってます。じゃあ、早速ね、ちょっと見てみましょう。ただ LED だから、柿はね、ないんで、あれだね、日の気はないんで、引火とかはしない。ちょっと待ってくださいね。めんどくさいけど、こういう感じかな。じゃあね、ちょっとこっちのカメラをね、潜り込ませてみましょう。ちょっとバンドを取んなきゃな。じゃあね、ちょっとね、行きましょう。こんな感じ。見える？見えてんの、これ。映ってる？ライトついてんだよな。全然見えない。
何も映ってない。あ、映ってるけど、映ってるけどサビしか映ってない。これだね。ちょっと待って、なんか、はい、これがね、中だね。いや、めっちゃ錆びてる。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、後で撮っとくよ。はい、じゃあちょっとね、見てみましょう。こんな感じ、こんな感じだね。サビの表面が見えるぐらい。あ、やべ、カメラについちったかな。全体広角じゃないからちょっと正確には見えないね。なんか映ってるけど暗すぎてよく見えない。ん、思いのほかだね。あ、反射してあれが見えてんの。これだね、サビ。サビっていう風に見えないかもしれないけど、横向けるとわかるかな。このような感じでね、サビがはっきり見えますね。めっちゃすごい、サビ、サビだらけだね。ちょっとこう少し離れちゃうとね、あの光が届かなくて見えないみたいな。近接だね、これね。あんまり離れるとダメらしいね。映らない、離れると映る。めっちゃ近くないと映んないね、これ。こういうね、なんていうのかな、ヘドロみたいなのがね、いっぱい溜まって、これ泥だね、泥。あの燃料がね、腐ったやつです。こういうので、あの燃料ポンプがね、詰まっちゃって、これだね、これこれ、あの燃料とも言わない、水とも言わないみたいな、腐って変質したガソリンだね。こういうのがね、あの燃料ポンプに詰まっちゃって錆びてね、動かなくなります。というわけで、ちょっとね、この辺り掃除してから、あの中古の燃料ポンプでね、交換していきます。一応ね、こう見るとやっぱ暗くて見えない。これで普通に明かりで見てみるか。ちょっとね、ライト照らして見る。あ、こっちの方が分かりやすい。こんな感じになってますね。タンクの中にカメラを入れちゃった方がいいね。まあ、入るけど、上上げなければ入んないからね。こういう、ちょっとひどいね、これは。これはちょっと、上はまあまあだけど、下の方はやっぱりサビがすごい溜まってます。ちょっとね、綺麗に掃除してからつけたいと思います。それでは、うん、バイバイ。ガソリンはこまめに交換しましょうという動画でした。はい、ちなみにね、外した燃料ポンプはこんな感じです。めっちゃすごいね、この錆びてるとこと錆びてないとこの境目がすごい。すげえ、こんな錆びんのこれ。このゲージがやばい、ゲージがね、やばいの、この錆びが。このサビはやばいっしょ、これ。ポロポロ落ちるよ、これ。何これ、こんなに？この辺なんかもう、なんか、すごい、サビ？こんな錆びるもんなの？どういう成分なのかね、ガソリン。このフィルターがね、多分詰まってダメになっちゃうんだね。こっち見てみて、わ、すごい、サビが、もう中がすごいことになってます。ちなみにね、この抜いた、腐ったガソリンはね、あの使わない方がいいね。あのこれを使うと、その使った車もね、調子悪くなるんで。もうガソリンがダメだからね、もったいないからって再利用しちゃいけないね、このガソリン。これはね、処分した方がいいです。それでは皆さんもね、くれぐれもガソリンの交換してない車は要注意です。また会いましょう。バイバイ。今度こそ。やばいね。3年置いといただけでこんなになっちゃうんだね。こりゃひどい。